エコです。アリアです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今回はエコとアリアの毎日メイクを紹介します。それではどうぞ。まず私はアイメイクからします。エコもアイメイクからします。と私が最近使っているアイシャドウは姫香からもらったバニネロっていうアイシャドウです。エコはこのエチュードハウスのベリーカラーアイシャドウでとルックアットマイアイジェルを使っていきます。かわいい。色はこんな感じです。好きな色。エコのアイシャドウはこんな感じでいっぱい入ってます。入れていきましょう。まずその前にアイシャドウスタジオを塗っていきます。これです。初めて。キャンメイクダスティングマルチアイベースを塗っていきます。ちょっと何でも持ってるわね、この方。まず私はこの薄めのこれかな、この色から塗っていきます。これを二重幅に塗っていきます。適当に。よく伸ばしてください。伸ばします。終わりました。で私はこのやつを塗った後に急にアイラインに行きます。でこのアイラインがエコちゃんとお揃いなんですけど、私はちょっとね使いすぎてここが分かんないので、なんていうブランドですか。 BRL アイライナーだそうです。はい、これを描いていきます。あとエコはアイシャドウやっていくんですけど、この色をまず塗って二重幅に、その後これを下まぶたに塗ります。ほんのりピンクです。まず適当にアイラインを描きます。でアイラインが塗り終わったらまたこちらに行きます。ごちゃごちゃ、そうごちゃごちゃなんで、これですね、このキラキラの茶色っぽい色を塗っていきます。これはあんまりつけない。エコアイラインは持ってきたんですけど、いらないので、この茶色をアイラインの代わりに目の際に塗っていきたいと思います。ここでアリアのポイント、このここら辺のピンクたちをこの目尻と目の下の目尻っていうのかなをちょっと塗っていきます。私はこのピンクを使います。このピンクを下まぶたに塗っていきます。片方塗った感じはこれです。わかるかな。ここで目尻は終わりました。でここで次のアイアポイントはとここに一際目立つキラキラがあるんですよ。これを目の下に塗っていきます。次はこのルックアットマイアイジェルを全体に塗っていきます。すごいこれキラキラなんですけど、そうですね、あんま塗りすぎない方がいいと思います。キラキラを塗りました。アイシャドウは終わりです。次にデジャブのマスカラを塗っていきます。ちょっと前髪が邪魔なので止めます。すごいキラキラです。これで結構アイシャドウ終了です。次はお目玉袋を描いていきます。K パレットラスティング 3D シャローライナーを使っていきます。とこれはこっちがその描くやつで、こっちがアイシャドウになっていて、これでキラキラをつけるんですけど、今回こっちは使っていきません。うんってやったところに使っていきます。マスカラを塗り終わりました。でチークを塗っていくんですけど、これはエコちゃんにもらいました。ハート型の可愛いチーズ。ありがとうございます。チーズじゃなくてチークですね。これとこのキャンメイクのチーク両方塗っていきます。これハート型にできるのか。あ、涙袋が溶けました。次は
マスカラをやっていくんですけど、まずビューラーで上げます。資生堂のビューラーです。ちょっとなんか足りないなと思ったんで、ちょっとアイシャドウ足します。まず挟んでグイッてやって、グイッてやって、グイーってやるそれを2回やります。グイッてやって、グイッてやって、グイーそうすることでジャジャンって上がります。メイベリンラッシュラッシュラッシュニスタブラックっていうやつで、なんかボリュームよりは長くなる方を選びました。え、リップも塗りますか？塗らないんですか？手に置いてきちゃった。ボリュームが出ました。ありがとうございます。簡単にやっていきます。じゃあリップ塗っていきます。企画で4人で買ったやつ、おそろいのやつです。下まつげも塗っていきます。リップブラシで塗ると綺麗に塗れるのでおすすめです。これで私のマニシュメイクを終えました。で、このマスカラコームでダマになってるところとかを溶かしていきます。それいいよね。やっぱりもうちょっとチーク出そうかしら。はい、そしたらこのフォトビューダーでグッグイってやっていきます。グイグイグイ。エコちゃんピンクメイク似合いますね。はい、そうしましたらハイライトを塗っていきます。イエーイイエーイ。今からハイライトを塗っていきます。あ、そうですそうです。これはセザンヌフェイスコントロールカラーパーリーリホワイトです。キラキラしてます。これをいっぱいつけたいので手で塗っていきます。鼻と T です。 T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  チーク、かわいい。チークを塗っていきます。チークはこちら、スザンヌナチュラルチーク N09 番です。わー、あー同じ色はい、どこでしょう？あ、わかんないこれをこちらのチークブラシでこれくらい取ったらのせていきます。つきすぎちゃった。はい、できました。はい、リップです。まず保湿をしていくんですけど、ハニーフルリップ HN を塗っていきます。唇に塗っていきます。唇にそしたらピンクラテの赤いリップを塗っていきます。私もそれ持ってますいいよ、いいよね、いい匂いする。チョコ、チョコじゃない、チェリー、チェリーあとはあのアリアちゃんと同じ色違いの 3C ハートポットリップを塗ってきます。アリアちゃんの方が暗めですね。そうですね、赤めです。ブラシで取って全体に塗っていきます。これ便利だよね、ここにも鏡がついてる、うん、完成です。イエーイ。はい、私のメイクのポイントはアイシャドウ、そう、アリアポイントのここ目尻にピンクを入れるのと、目の下にキラキラを入れるのです。はい、エコはこの全体的にピンクとか赤を使ったんですけど、目元が特にピンクのアイシャドウをたくさん使ったり、ほっぺにピンクのチークを塗ってピンクっぽいガーリーなメイクにしました。ピンク塗って同化させてるんだね。はい、夏休みになんか初めてメイクする子とかはオレンジとかピンクとか、うんうん、キラキラとか明るい系の色を使うと夏っぽいなって思うし、ピンクは何でも合うし、キャンメイクとかセザンヌとか
プチプラのコスメを使うことでキュートなフェイスになれると思います。こちらの方がだいぶとキュートです、ね、こちらの方がだいぶとキュート、こちらの方がもうキラキラオールが出てるんですよ。こういう感じで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。